今何時やな、今今日はもう、これでもう帰らんの、今から出るか、仕事ですよ。今日テニスしてきたから寒いやねん、後ろ、はい、まあそれでね、うん、海外、東南アジアとかね、行ってはると思うんですけども、医療もね、東南アジアあんま行けんの、東南アジア失礼へんか、魚おらんの、まあ、東南アジア、ちょっといろいろ今後ね、広がっていくと思うんで、何が広がる、文化のね、日本の文化とかね、帰ってきた留学者とかね、広がってくると思うんでね、あなた留学生の話してるんだ、今最近看板よう出てんな、CM でもやってるから、留学生受け入れ、ベトナムの人多いな最近、ミャンマー、ミャンマー、あ今ちょっと騒いでるけど、ベトナム、ミャンマー、あとカンボジア、カンボジアの人はまだ少ないか、これからですね、あでネパール、あーラオスの人なの、ラオスは向きでもないね、ネパールってインド人みたいなもんな、どっちかみたいな、うん、それでね、まあ、この医療をね、そういったところに展開、どうかなと思ってね。まあまあ、あなたは3年か4年ぐらい前から来て、あそこ誰やったっけ、カンボジアやったっけ、誰、ベトナム、ベトナムか、ベトナムのあの人らやな、はい、施設だ、あの人らとか、あとどこ行ってたっけ、なんか連れてきたやんか、ベトナムだけやったっけ、だけですね、だけやったっけ、はい、留学生を来てもらって、そういった、医療関係に、従業員というかね、そういった前も言ったけど、俺言ったやんか、だからライセンスですわ、うん、日本のライセンスでできるところがあるのとないところがあるわけよ、うん、インドネシアには確か無理やったと思うけど、うん、で日本の医師免許でそのままできるようなところも多分あったんじゃない、ちょっと調べて、中国の一部とかね、うん、ベトナムとかね、うん、今だから例えば中国の富裕層を日本に来てもらって、っていう人は、そういう診療所は結構あるよ、クリニックさん、病院さんでも、例えば逆に保険で踏み倒されてるような医院さんも多い、中国人に保険で健康保険証持ってるけど、中国、日本に有利するからね、じゃあ例えばじゃあ保険証持ってないと、保険証持ってない人が日本で治療を受けます、で治療を受けて踏み倒されてる医院さんもいっぱいあるの。本来ね、あれクレジットカード最初預かんのよ、予診するわけ、香港でもそう、ね、もう僕香港なんか病院かかったことある、ちょっと病院かかったことあるけど、必ずクレジットカードでパスポートクレジットカード預かって、クレジットカードまず予診するわけよ、ね、それからじゃないと怖って、日本の場合は性善説に立ってるから、踏み倒して逃げへんやろというあれだいぶ中国人にやられてると思う、まあ、そういう日本の技術はで気に入ってもらってる、いやもらってもらってると思う、ということはね、いや思ってる、絶対思ってるし、安いしな、安すぎる、あそう、安すぎる、それは保険が効くから、保険がなくても自由診療でも安い、日本の自由診療で安い、あなたアメリカなんで知ってるでしょうが、はいはいはい、すごいよ、もう基本自由もう貧乏人は死ねみたいな値段やから、いやほんまに言い方悪いけど、でじゃ あのその要は今は、日本 の, その医療機関でも東南アジアはまあ少ないけど、中国人を受け入れて自由診療を施してやってる、特にあの 美容とかね、ね、韓国なんかも来てたしね、韓国行ってる日本の女性も行ったけど、そういうのはありますよと、いいですかね、で今後はそのタイにして、タイでベトナムでカンボジアはまあもう少しあったやろうけど、まあまあシンガポールなんか東南アジアやけどね、でマレーシアも入ってくる、まあ、この辺の国ってもうシンガポールはこっちを出て、マレーシアなんかも裕福になってくるんで、やっぱり日本 に医療受けに来るような人も増えてくると思うわ、と思います、ね、インドネシアなんか特にそう、やっぱ増えてくると思うんですよね、で我々、僕インドネシアがカスタマーね、顧客たくさんおるんで、やっぱ彼らもちょっとした病気、ちょっと難しい病気にかかるとシンガポール行くわけよ、みんな、シンガポールの医療機関行くわけ、はいはいはい、ね、インドネシアの連中もジャカルタにさんでね、シンガポールでの病院行くわけ、行きやすいんだ、横やから、横やめちゃくちゃ近所やからね、飛行機ちょいと飛べへんだけど、我々は沖縄行くようなもんよ、でまあそれは日本までさ、すっ飛ばして日本まで来るっていうこともありえるわな、ただまああなたが今言ってるのはそういう東南アジアの国々で医療機関を展開していったら面白いんじゃないだろうかと、ただこの大前提は、やっぱりリタイア、
日本でリタイアしてそういうところで住みましょうよという先生方がやっていくのにいいんじゃないかなと思いますね、うん、リタイアか、うん、現役バリバリの人らがやで、わざわざな、うん、まあただ東南アジアに関してはどこの国もそんな地政学的なリスクってそんなないんで、いい国多いから、うん、突然ある日突然中国みたいにひっくり返るみたいな国はないんでね。まあね、前の30年日本賃貸しとったからちょうどね、うん、同じようになってきたから、そうね、そういうまああの向こうに行ってもね、まあ若くしてね、うん、そういうなってくるかもわからないもんね。でもいいと思いますよ、うん、だからうちの、まあ、息子世代今まあ19歳か、うん、今大学6年生の大学の今うちこの2年生なの、うん、やっぱそういう子たちはそれはありかもわからん、うん、逆にも先進国じゃなしに東南アジアのね、うん、そういうインドネシアであったりとか、うん、この日本で取ったあの免許というかね、うん、ドクターの免許がもう向こうでも、うん、あの使えるような境にしていかんとは思わない。それはそれは我々じゃないから、それは向こう相手さんの国がどう考えるかやから、うん、ただダブルライセンス、日本のライセンス持ってて取るとあって優位性はあると思うんですよ、うん、日本のライセンスがあるんで、うん、ね、あの優位性はあると思う、うん、国によっては。だからそう一つの国がダメでも違う国いっぱいあるんでね、うん、ちょっと ネパールはまあまあこうネットワークあるんでね、向こうのあのトップのビジネスマンとのあれもあるんでね、そういった展開できるかもわかるんですね。ビジネスマンだけじゃなくて基本的には交換なんで、国の役人相手にせなあかんので、やっぱりな、うん、でやっぱりそれはネパールであってもインドネシアでもそうやけど、やっぱり基本的には思い知るのが基本的には自由診療なんで、うん、ね、やっぱり命の沙汰も金次第じゃないけど、うん、やっぱり相手にするのはお金持ちよ、うん、役人ね、交換であったりとか、うん、ビジネスマン、うん、もうそうなるわ、うん、どうしてもな、うん、そうだね、でやっぱり貧富の差は広がっていくんで、うん、そういう国々も、うん、そうでしょ、うん、みんながみんな日本の昔の猛烈サラリー、何やったっけ、日本の、30年前40年前みたいにみんなのサラリーが上がっていくっていうことはないんで、やっぱりこう差は開いていくから、うん、ここのね、だから富裕層を相手にする医療機関というか、うん、 そうだね、そういうふうになっていくわな、流れが、残念ながら。だってお医者さん、お医者さんそのために勉強してきたんだから、稼ぐためじゃないよ、その志を持ってやってるわけだけども、投資はそれだけの投資してるわけだから、大学6年間の私立の医大行こう思ったらね、あなたは、そうでしょ、6000万7000万かかってくるわけですよ。そうやね、でしょ、うん、まあでもありやと思うよ、そういうの、これから沈みゆく国よりもこれから発展していこうという国で、そうです、やっぱりでもね、日本だけじゃなくてそういったね、うん、こう大きな目でね、そう、見てお医者さんもね、そうやね、医者さんで、そこのお医者さんに、うん、診療所あるいは病院に勤務する看護師、うん、歯科衛生士とか、うん、であとまあ准看護師であってもそう、うん、まあそのあね、そういうスタッフさん方もそこに目線を置いとかないと、うんうん、やっぱ面白くないわな、うんうん、で、うん、と思うよ、うん、で今後やっぱり国を越えてほら日本の中でも、うん、遠隔診療っていうんじゃないけど今オンラインでできるわけですから ね、国の外相手でも、うん、言語さえクリアできれば、うん、そういうね、オンラインでそういうこともできるんで、まあ、それぐらいの発想を持ってないと、うん、っていうか発想というか柔らかさっていうか、そうだ、ね、自由度を持ってないと、うん、何かが起きた時に国に対応できませんよっていうことだと思うんですよ。マーケットはね、広くなるからね、そんだけあったらね、すごいよ、アフリカまで相手してみなさいよ、うん、あなた、うん、そうやね、みんなが思ってるアフリカ、アフリカで一国にするけど、国によって全然違うんでね、うん、ね、まあね、今医療そういう、まあだけなくてね、うん、自分でやってることがね、そういった、まあ、日本だけなくて、うん、もう東南アジア、まあ、結局そこにたどり着くんじゃないか、うん、ね、結局そこになるわけ、うん、やっぱマーケット大きいとこやね、やっぱりね、いや大きいマーケットを狙うっていう意味合いよりも、うん、あのヘッジしとく、うんうん、そのもう現実問題、そこに何かを作ってヘッジしなくてもいいんで、うん、頭の中だけはしっかりとヘッジしておかないと、うん、いざじゃあね、いやって国の一言で変わるわけですから、健康保険法から何から ね、確かにどっかのね、こう、まあ、商店街のね、うん、商売だけじゃなくてね、そうだから言いたいことは、あなた国の一言で沈没すんのかと、うん、自分まで、うん、
日本が滅んだとしても世界で生きていけと、その準備ぐらいはしときなさいよという発想を持っとかなと思うな。東南アジアなんて素晴らしいと思うよ、本当あなたおっしゃるように。インドネシアだけでも2億人はおるからね。2億人おるからね。細長い島ばあかんとこでも、あそこでも2億おんねんから。ラオスだけでも相当おるでしょ。ラオスも結構おるから。ネパール7000万でしょ。だからもうそれもう一大もういろんな楽しいことができるわけですよ、そこで。でしょ。そうやね。東南アジアなんでおっしゃったんだから6年はおれへんねんから、大体。あと、ね、中国なんかもレベル低いと聞いてますからね。基本的にはモラルの問題なんで、移動って、移動って、医者のいいね、の道、医者の道、で最初、移動審議会っていうのがあるんですけど、やっぱり医者の道、いわゆるモラルですわ、それもずば抜けてるんで、日本は。日本ね、日本文化すごいね、その点はね。だからその分だけ、赤ひげ先生って言って、看護師だったらナイチンゲールって言って、ね。奉仕だと思ってるわけよ。これが最後の今日が最後の話だけど、これがアダになる可能性はありますよということなんで、今までは良かったわけよ、ナイチンゲールであっても赤ひげ先生だって、ね、分かりました。いや、なんか急いでんだけど。いや今日ちょっと次はじゃあ今日これはい、はい、どうもありがとうございました。